いけるか。どうした？片栗か。そのものにするには道具が足りん。そうか。どうした？片栗は食わないか。片栗は薬用にもなる。伊賀の里でもよくクスシが子供に集めさせていた。いくつまでやっていた？いや、その年までその役目を負うとはなかなかのものだ。それはクスシにお前の器用さが買われたということだろう。うん。ああ。片栗か。きついか。峠も越えた。今日はここで休む。火の支度を頼む。眠いか？起きているならいい。すぐ終わる。座って体力を温存しろ。できたぞ。
味噌だ、朝月と食え。朝月など珍しいものでもない。小川の横に自生していた。カタクリが咲くなら朝月も映える。カタクリか、酢の物にするには道具が足りん。そうか。どうした、もう食べないのか。うまいからな。なぜわかる。かがり殿か。ああ、同じ伊賀の里の出身だ。年も近かったから話をすることもあった。もっとも俺は12の時家康様にお仕えするために里を出た。以来里に戻ったことはない。そうだったな、その話は知っている。かがり殿は伊賀の長桃地丹波様の妹で、忍び働きはあまりされていなかった。くすしであった。それに確かに味噌はうまかった。ああ。いや、あまり似ていないように思う。雰囲気が違うのだろう。織田信長様が討たれ、我が殿が伊賀越えをした時だ。あの時かがり殿は身ごもっていた。あれがお前か。もう休め。明日も早い。追ってだ。帰り討つ。俺がやる。お前は俺のそばを離れるな。
相手は5人、しかもあの距離である程度気配がわかるなら特に問題はない。臆することなど無用だ。俺の言う通りに動けば無事に済む。お前は命を狙われている。帰り討たん限りいつまでも戦いは続く。ならばここで終わらせる。それだけのことだ。させぬ。殿とお前は違う。そのまままっすぐ走れ。気を伝うな。血をかけよ。振り向くな。前だけを見ていろ。五歩目で右に飛べ。3本先の木の枝に飛び乗る。待て。待てというのに。覚悟。怪我はないか。立てるか。動けるか。加賀人軍だ。これで前田が脱落だな。